こんにちは、ジェロクです。ちょっと緊急で動画回してるんですけれども、今、レオンが作業部屋から出てって、ちょっと明らかに様子がおかしかったんで、以前にカードがブラックリストに載ったっていうのもあるんで、ちょっとお金絡みなんじゃないかなと思ってます。ちょっとさ、明らか様子おかしかったよね。うん、いや、おかしかったね、あれね。俺行った方がいいよね。行った方がいいんじゃない？オッケーオッケー。そしたらさ、K はこのまま制作してて。うん。で、okay. 俺行くから。で、何かあったら報告する。うん、お願いします。まだ下北にいると思うので、ちょっとすぐ追いかけたいと思います。いました、いました、いました。追いつきました。ちょっと、この動画使えるかわかんないですけど、撮影していきたいと思います。どこに向かってるのか。わわわわ。わわわ、改札入った入った入った。最悪。ちょっと僕も電車乗って追いかけます。一応新宿行きなんで、多分新宿に行くのかなと。ちょっとバレないように同じ電車に乗りたいと思います。はい、今レオンが駅のトイレに入ったんで、このまま隠れて待ちたいと思います。あ、出てきた。ちょっとこのまま追いかけます。まだついてきてます。歌舞伎町です。何すんのよ、歌舞伎町で。はい、歌舞伎町入りました。ちょっとこのままついていきます。どこに向かってるかわかんないですけど、ついていきます。どこまで行くんだろう。金融じゃんこれ。はい、今レオンが、闇金のビルっぽいところに入ったんで、ここで出てくるまで待機したいと思います。はい、来た。ちょっとビルから出てきたんで、このまま行こう続けます。
で行くっていう。開けてない？ちょっと待ってよ。どういうこと？最悪。どういうこと？女の子買ってるってこと？何やってんのよ。いけないんだけど。わわわわわわ。行ったよ。ありえないんだけど。絶対行くじゃん。釣りホテル街です。ちょっとレオンと今女の子がラブホテル入ったので、ちょっとまあ自分も衝撃受けてるんで、ちょっと落ち着くために一旦喫茶店入ります。ちょっと康次郎にも報告します。はいはい、ただいま喫茶店に到着しました。康次郎にも報告して、やっぱりしっかり話した方がいいっていうことだったので、さっきからレオに電話何回もしてるんですけど、ちょっと全然出ないので、まあ、引き続きかけ続けたいと思います。もしもし。もしもし。何でした？今何してんの？いや今何もしないけど。何回も電話かけてもなんで出ないの？今どこにいるの？今あの新宿いるけど。新宿？うん、ちょっとさ、俺も新宿いるんだけど。あ、新宿に。そう、まだちょっと合わない。新宿で。うん、もういいけど、どこで？今駅近くにいるから、10分後に会おうよ。行けるとこに場所送るわ。オッケー、ちょっと10分ぐらいに行きます。はい、じゃあ送ります。はいはいはい、やっぱり良くないことなので、この後はしっかり2人で話していきたいと思います。行ってきます。
何撮ってんのじゃないよ。今日ずっと撮ってたから。何？新宿からずっと撮ってるって。闇金言ってたでしょ。闇金。いや撮ってるんだってだから。何それ？いや載せるとかじゃない。載せれねえだろこれ。何すんじゃん。だからもう証拠だよこれ。何？誰か見せるの？あ、だから事務所だよ。事務所に報告するよだから。いやそうだろ、だってで闇金いて女の子買ってたっしょ。はそりゃ報告するだろ。関係なくね。関係なくないよ、メンバーに。俺がプライベート、俺がどう使うお金使うか買ってじゃん。どう使うか買ってかもしれないけど、闇金はダメだろ、そもそも。なんで関係ない人と言わなきゃいけない。別に俺は俺じゃん、別に。いやいや関係なくない。メンバーだから関係あるだろ。意味わかる。は意味わかる。何が意味わかんないって。いやいや待ってって。いや待ってってだから。は待ってってだから。触んなじゃねえ。あ、あ、だけんだよ。たったらーせーの、ドッキリ大成功。どうですか。え、どういうこと。一緒に住んでるメンバーが闇金でお金を借りてパチンコで女の子を買っていたらドキリー。え、全部ドッキリってこと。はい、どっから。全部です。全部って。あ、カードはブラックって。あ、そうです。は、そっか。今じゃコペルも入ってたけど僕見せられない。え、入ってなかった。はい、なんかあの知り合いってこと。はい、このたび学部に来てくれました。土屋の宮城のカメラマン康二郎も。え、最初から。最初からです。あの促してもう一人で直接促してもらいつつ電話で僕のことを呼び寄せたのも彼の。いや、まあ、実際それはね、彼が悪いんです。はい、制作部屋の時その時からですね。なんか、まあ、怒りはあると思うんですけど、最近彼に言ってました。彼よ。どうしようと思ったもん、急に。急に事務所に報告しようと思ったら。一緒に住んでるメンバーがね、裏でこんな悪女をしてて、どうすんのかっていう、ドッキリでございました。だから次はさ、彼を始めたんだ。そうだね。うわ。はい、ということで、ヒヤヒヤするドッキリでした。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価グッドボタンぜひお願いします。というわけで皆さん、バイバーイ。じゃあいやいや、これでご飯食えたのか。うわー、え、全部